そんなメッシが今回挑戦するのが、正確無比なボールコントロールが要求されるリフティングハイ。今宵新たな伝説が幕を開ける。さあ、まもなくメッシ選手の挑戦が始まろうとしています。メッシ選手、この競技はボールのコントロールとっても大切です。Sí, un buen control, dependiendo de cada jugada, te da ventaja hacia el rival. No, bien, bien, tranquilo. わかりました。さあ、ではまずは現在の日本記録8メートルを成功させたその時の映像をちょっと見てください。ラモスが決めればレジェンド軍勝利。まずはリフティングから少し時間をかけます。8メートルクリアするか。これで中島雄一、2、3、4、キャッチ、オッケー、キャッチすれば勝ち、キャッチすれば勝ち、キャッチ、キャッチ、オッケー。さあ、まずはメッシ選手、何メートルからチャレンジしましょうか。Eso son 8. 4メートルですね。No, no sé, vamos a empezar por 8 y después...なんと、いきなり日本記録8メートルから挑戦ですよ。いやー、これは楽しみですね。ですね。さあ、日本記録8メートル、その高さまでゆっくりゆっくりバーが上がっていきます。なるほど、小倉さん、はい、これ高く蹴り上げるっていうのが難しいんですよね。まあ試合中はこんな高さまで蹴り上げることないですからね。確かにそうですね。まあ実はこの10メートルという高さなんですが、プールの飛び込み競技、その台の高さとほぼ同じなんですね。いや、飛び込みの10メートルって相当高いですよね。そうなんです。ボールのタッチからコントロールまで、サッカーの技術が詰まったリフティングハイです。そびえ立つのは世界記録10メートル。さあ、果たして。さあ、世界記録10メートルへの挑戦です。今メッシがもう非常にリラックスしてその真下まで行きました。さあ、早くも蹴り上げた、早くも左足。さあ、1、あ、乱れた、3、4、5、これまたクリアです。素晴らしい、見事。なんとあっさり10メートルもクリア、世界記録塗り替えました。まさにファンタスティック、見てるこっちは興奮しちゃいましたね。本当ですね。さあ、ではそのシーンもう一度見てみましょう。この10メートルという高さに対して左足蹴り上げます。そしてボール当たる瞬間見てみましょう。このももを下に引いてるんですね。なるほど、少しでもクッション性を上げてボールをコントロールしやすくする、まあ、言うのは簡単ですが、実際にやるのは簡単なことではありません。そうですよね。これまだ笑顔もこぼれてますから。そうなんですよね。まだまだ余裕があるっていうことなんじゃないですかね。メッシ選手、何かこうコツみたいなものがあるんですか。No, no sé. No sé, sé que no sé. Es difícil. Pero bueno, me salió. ですね、小倉さん。いや、これを感覚でやるっていうのは、まあ、まさに天才の証でしょうね。そうなんですね。さあ、続いては何メートルチャレンジしましょう。13メートル。13メートル。なんと一気に3メートルもバーを上げてきました。3メートル急に上げる。リフティングハイ13メートルへ、未知なる高さまでバーが上がっていきます。全ての技術に寸分たがわぬ正確さが求められます。リフティングハイ、続いての挑戦は13メートル。見てください、メッシもこの見上げる高さです。角度です。まあ、それもそのはず、13メートルという高さはですね、鎌倉の大仏とほぼ同じだそうです。なるほど、鎌倉の大仏ですか。すごい高さですね。そうですよね。世界のスーパースターメッシ、実はですね、母国アルゼンチンでは子供にメッシって名付ける親が多すぎて、先日メッシと子供に名前を付けるのを禁止するという決心が出たことなんですね。メッシだ。全員振り返ってまう。母国アルゼンチンの英雄メッシです。相対するその高さは13メートル。うわ、これマジか。まさに見上げる高さ。どこまで記録を伸ばすのか。さらなる世界記録の更新へ、果たして13メートルを成功させることはできるのか。
母国アルゼンチンの英雄メッシです。相対するその高さは13メートル。うわこれマジか。まさに見上げる高さ。どこまで記録を伸ばすのか。13メートル、果たして。さあまさに未知なる領域、世界記録へとその歩を進めていきますメッシ。この高さいつ上げるか、ちょっと慎重ですよね。まだ上げない。さあ今行った、ステップを使っていった。さあ超えています。わあちょっと伸びすぎた、届いた。内側でトラップした。マジか。そしてこれをクリア、見事。いやかに不可能はないのか、13メートル成功です。いやさすが世界、さすがメッシです。マジか。なんかこうやって。さあではその圧巻のプレーもう一度見ていきましょうか。ここですよね。そうなんです。ここの蹴り上げる時なんですが、先もほどまでと違って大きくステップしてるんですね。見てください。そうですね、はい、これだけ思い切り蹴るとコントロールは難しくなるんですが、まあ、これはまあさすがメッシっていうことでしょうね。そしてボールは確実にこれでちょっと伸びすぎたかに見えたんですが、ここスイサイドでトラップしてるんですよ。足の内側ですね。それで世界記録をクリアです。まあ状況に応じて蹴り方とトラップを、まあ、本能的に選択してやってのけてしまう、まあ、これが世界の実力なんですね。さあ見事なトラッピング、13メートルもクリア。次どうしましょうか。発射記録のオーバー、オーブラキンとクロー発射15メートルいきますか。さらなる世界記録更新へ向け前人未到の大記録挑みます。13メートルが15メートルまでどんどん引き上げられていきます。いやマジか。試合や遊びでもいいですけど、この15メートル蹴るなんてことあるんですかね。Sí, jugamos de manejo de pelota, de control. No tirarla tan alto, pero sí que まあ、さすがのメッシ選手もここまで高く蹴り上げることはないんですね。さあその目の前にそそり立つのが未知なる15メートルの壁。ちなみにこの15メートルっていう高さは京都のあの清水の舞台の高さです。もう高すぎて何だかよく分からないですね。正直そうです。はい、FC バルセロナのチーム歴代最多得点記録を塗り替えたメッシ、リフティングハイの世界記録も次々と塗り替えていきます。15メートル。さあ表情から笑顔が消えたようです。リオネル・メッシ、ふーっと一つ息を吐きました。さあ果たして。さあ今ホイッスルとともに、ここも全く15メートル見上げないですね。本当ですね。さあここも思い切って蹴り上げた。さあクリアできるか、超えてる、ほら超えている。さあクリアできそうだ。きた、2015年、新年最初の超越点。ここも思い切って蹴り上げた。さあクリアできるか、超えている、ほら超えている。さあクリアできそうだ。きた、2015年、新年最初の超越点。なんと誰が予想したか、15メートルの世界記録を更新してしまいました。いやーこれほんともう素晴らしいの一言につきますね。笑顔ですよ。さあ今のプレーです。はい、まあ、先ほどのような助走からのキック、これ落下点に入るのはやっぱり早かったですね。まあその後ですね、この高さですから、まあ、トラップがちょっとさすがにちょっと乱れた、大きくなったんですね。確かに、まあ、ただ決して慌てることなく冷静にカバーしました。この柔らかいボールタッチと落ち着いた状況判断は、まあ、実は実際の試合でもゴールを生み出してるんですよ。おこちらのプレーをご覧ください。なるほど。いやお見事メッシ選手、これ15メートルさすがにクリアできると思いませんでした。ビエネットしちゃった。そう言わずにメッシ選手、ぜひここまで来たら限界見せてください。さあ次何メートルいきますか。18。いやここに来て一気に3メートル上げてきました。まさに異次元の世界。メッシといえどもこれは難易度高いですね。さすがに18メートルを成功させるのは難しいと思いますけどね。はい、まさに天空の高さ。メッシ選手18メートルどうですか。
Primero intentar pasarla porque es alto y después que no se vaya tan lejos y quede más o menos cerquita para no correr tanto.さすがのメッシも難しいと言われるこの18メートルですね。うん、まあ見てくださいよ、メッシがあんなにちっちゃくなっちゃってますよ。マジですね。まあ、それもそのはず。岐阜城に相当するという18メートル。もう分からないですね、これは。さあメッシが挑みます。白越え。白越えですよ。岐阜城かよ。見上げる先にはリフティングハイ、高さ18メートル。バロンドール4度受賞、地球上の先頭を突き進む男です。まさに未知なる扉をノックします。すごいな。これまで数々の栄光を築いてきたその左足、新たな記録を築くのか。18メートルへのチャレンジ。さあホイッスルが鳴らされました。小倉さんもう期待しかないですね。いや間違いないですね。見せてくれるか。まずは届くかどうか。この高さ、さあ突き上げた、超えてる、超えてる、超えた、超えた、さああと1、2、 OK、 クリア。届くかどうか。この高さ、さあ突き上げた、超えてる、超えてる、超えた、超えた、さああと1、 2、 OK、 クリア。まあもうただただすごい。さあでは今のプレー見てみましょう。まずは注目がこのボール蹴り上げる時なんですが、バーを全く見てない。いやー本当ですね、感覚だけっていう感じですかね。18メートル上ですよ。そして蹴り上げられたボール、見事な放物線でバーを越えてます。これ体勢崩れたんですね、うん、でもしっかりと落とさずに見事クリアしました。しかも見てくださいこのトラップ、うん、18メートルという高さから落ちてくるボールの勢いを殺すために、これジャンプしながらトラップをしているんですね。本当ですね。さらにこんな体勢になってもちゃんとボールをコントロールできているんですね。まあ彼にしかできないんじゃないですかね、こんな荒技。もう素晴らしい、神の領域です。いやメッシ選手参りました。どうですか今お気持ちは。いやもうここまで来るととことん記録見たいです。次メッシ選手どうしましょうか、何メートルいきましょうか。20メートルですか。まあ難易度を想像することも難しい高さですね。なんとリフティングハイ、ついに20メートルの大台へ。もうあれへん、これ岐阜城出しちゃったからね。岐阜城出ちゃった、もうない、もうない。さすがのメッシもこの高さ驚きを隠せません。まあそれもそのはずです、この角度もう本当に真上見上げています。前人未到です。さあ人類を超越した男メッシ、これちなみにかの有名なエジプトのスフィンクスに匹敵する高さ20メートルだそうです。もう高さの壁を世界に飛び出しちゃったんですね。その通りです。カメラの枠に収まりません。あららら、その完璧なボールコントロール、すごいな。世界一とはこういうことです。またしても記録を塗り替えるのか。立ちはだかるはリフティングハイ、なんとなんと20メートル。人類の限界に挑むリオネル・メッシ、果たして20メートルをクリア。